回はアキロサウルスを紹介するよ。体長およそ6メートル。特徴は目と鼻の上にあるコブと襟飾りの後ろにある長い2本の角。アメリカで発掘された草食恐竜ね。こいつはきっと地中深く閉じ込められてたんだよ。なんで？ここは